マイルイエイイエイ。さあ今回はお家の外回り、また外構工事についてご紹介します。いや確かですね、この辺りなんですけどね。徳さんまだかな。あ、徳さん大丈夫ですか。カメソルさん、お客様の気持ちに寄り添い理想の暮らしの実現をお手伝いするインフォメーション住宅産業の上鶴さん。インフォメーション住宅産業はカーポートやサンルームなどエクステリアの販売施工や外回りの外構工事、お家のリフォームや増改築など快適な暮らしをサポートする会社です。ご案内します、はい、こちらです。あ、ここ、うん、はいはいはい。あれ、訪ねたのはまだ施工中のとあるお宅。こちらの駐車場もなんと今日塗りたてほやほやです。あ、そうなんですね。触っちゃダメですよ、触っちゃダメですよ。不利ですか。はい、ダメですよ、やめてください。怒られちゃいますね。お客様からのリクエストは2つ。1つは生活しながら外構工事をしてほしいということ。まずカーポートを先に建てて、カーポートの下のコンクリートを先に打たせていただきました、はい、工事期間中も車が止められるように時期をずらして駐車場のコンクリートを打つなど作業の手順を工夫しました。2つ目のリクエストはできるだけ安くおしゃれなデザインにしたいということ。レンガブロックと石を併用して使うことでですね、コストは抑えられるんですけども、デザインは担保できるっていうところでですね、うちの強みはここですね。わ、これいいですね。シンプルになりがちな駐車場のデザイン性を高めるアクセントライン。万が一地震などがあってひびが入ったとしても、この目地でひびが止まるので、デザインと機能がちゃんと兼ね備わったものになってます。他にもカーポートとフェンスは玄関に合わせて木目調のデザインを、デッキは外壁に合わせた白色のものを提案しました。インフォメーション住宅産業はお客様の気持ちに寄り添い柔軟な対応で外構工事全般を請け負います。さあ続いてのお家はこうですね。あ、ここだここだ、おしゃれですね。お待ちしてました。さあ行きましょうか。いる。こちらは家を建てる前に外構工事の依頼があったというお宅。でまずは、カーポートは絶対つけたい、うん、こちらのカーポートですね、はい、見てください。こういう感じでですね、梁が延長してあって、これだけ屋根が大きいんですね、そうすることで玄関から歩いてきてもですね、濡れずに行けるというですね、そういう特徴がありますね。カーポートの屋根は熱を吸収して光を通す熱線遮断ポリカーボネート。玄関やリビングにも明かりを取り入れられます。であとは洗濯物の干し場ですね。こちらも、外から見えないように、洗濯物が干せるようにしてほしいと。やはりですね、今新築のお宅で家に穴を開けないでっていう方結構多いんですよね、はいはい、そんな中でこちらの独立テラスは家に穴を開けずに、設置ができますので、はい、ハウスメーカーさんの保証も安心。外からの目隠し用に木目調のフェンスも設置。また駐車場、門柱などインフォメーション住宅産業が全ての外構工事を行いました。お客様のイメージとこう合うのかなっていう、非常にうちの、ご提案させていただいたプランが、デザインがですね、非常にお客様の中でグッときたみたいで、でもうなんかもう素晴らしいということで、もう立ちくらみをしたと、はい、解釈しておりますがこれがその時ご提出させていただいた、イメージ図です。これは立ちくらみますね、はい、お願いしたいまるで写真のような立体図を使って打ち合わせをすることで、イメージに差が生じないようにしています。予算と、デザインが
いい着地点が見つかるように私ども一生懸命ご提案させていただいております。営業から仕入れ、施工までを一貫して行うインフォメーション住宅産業。お客様の気持ちに寄り添い、予算内で機能性にもデザイン性にも優れた外構工事を行います。ぜひ皆さんもお家の外から快適な暮らしを手に入れてくださいね。それではスマイルイエイイエイ、よし。